ラーレラーレラー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 、あとで拾う。ラーレラーン。ほら、何してるの。ラーラーン、ラー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 ン。想像の時間だよ。マジック、なんで散らかしてるの。うっと。サムチン、待って。え、何す。何をしてるのよ、物をばらまいて。クリップを見つけてくれたんだね、ありがとう。いつも落ちちゃう。整理ボックスをいっぱい作ったのに、まだ文房具を散らかすのね。整理ボックスは作業する場所も片付けるものだけど、作業場は家中にあるんだよ。必要なものをなくさずに運べたらいいのに。おいで、いいアイディアがあるから。いいね。こんにちは。今日の目標はサムが文房具をなくさないようにすること。面白いね。僕なくさないよ、広げてるだけだよ。怒らないで、持ち運べる入れ物を作るから。それならどこでも作業できるわ。やった、小さいもののための小さい引き出しも作ってくれる。もちろん、お客様がお望みなら。でもまずは本体を組み立てましょう。こうやって部品を接着剤でくっつけるの。そしたら綺麗な箱になるわ。ところでサム、デザインの希望はある？そうだね、なんてこった。サム、また散らかしたの。うん、おしゃれで美味しいお菓子のデザインにするのはどう？すごくいいじゃない。みんなはそう思う？なら高評価してね。私が色紙を使ってる間にね、ボックスをスキットルズのパッケージみたいにするな。使用済みの段ボールを使ってもいいよ、上に紙を貼るからね。そうね、テレビの入ってた箱とか靴の箱とか。便利でしかもエコな工作って大好き。それにタダだもんね、節約したらもっとお菓子を買える。オッケー、こんな感じよ。次はこのスペースを区切るの。もっと段ボールをちょうだい。これはそこと同じ大きさにしてね。こうしたら接着剤でつけるの。持ってきたよ。みんなホットグルーには気をつけてね。ありがとう。うっと。マッチ箱を2つ持ってきてくれる？引き出しにするから。小さなものを入れる小さな引き出し、やった。これを仕上げなきゃ。こうやってくっつけるの。見て、2段のボックスになったでしょ。それだけじゃないの、引き出しの場所を作るのよ。うわ、ちょうど間に合ったね。ありがとう。この引き出しはペーパーファスナーとか小さなものを入れるのにぴったり。何か隠すのもいいよね、雨の日用のお菓子とか。お腹が空いてるの、サムチン。工作の日はいつも腹ペコだ。何か持ってくるよ。見つけた。さあ、引き出しの上にカバーをつけよう。よし。ねえスー、なんで中をきれいにしないの。待って。何するんだよ。はい。うわー、いいね。中は違う色にしたのよ、明るくなったでしょ。次は上の蓋よ、段ボールと色紙をもっと使うの。ほら見てよ。あら、閉めるところを作ったの。うん、すごいじゃない、高評価してあげる。みんなもしてあげてね。
上の蓋が閉められるように少し曲げて、そして接着剤で貼ってね。こうやって。あ、他にもやることがあるの。何でもやるよ。これをかっこよくして。任せて。その間に蓋を仕上げるわ。赤と緑で全体の色と合わせよう。糊はけつらないで、しっかりくっつけないといけないから、綺麗な色にしましょう。スー、いいこと思いついたよ。整理ボックスだからさ、文房具だけじゃなくて一日の予定も書き込めるんだ。すごくいいアイディアね。この黒板はぴったりね。みんな、ホットグルーには気をつけて。綺麗に貼って。よし、いいわね。でも足りない。チョークよ。入れるところをつけましょう。こうやって。これでサムがなくさないわ。引き出しほぼできたよ、スー。でも持つところがさ。何？アイスキットルズで作ろうとしたんだけど、全部食べちゃって。それで？まだあるよね。もっといい考えがあるの。これを見て。持つところをカラフルなビーズで作るのよ。はあ。引き出しに接着剤でつけたら、お菓子みたいに見えるけど食べられないわ。もう一つ。僕につけさせて。あれ、もうないじゃない。大丈夫よ、サム。もう一つ引き出しがあるから。大きい引き出しよ。いいサイズの引き出しだね。そうでしょ。マジックとかハサミとか何でも入れられるの。チョコバーとかね。できた。早かったね、スー。僕ほどじゃないけどね。ここに入れてと。いい感じ。工作の天才、サム様が仕上げるよ。シャムったら。次は僕が好きなステップ、デザイン。そうね。スキットルズのパッケージみたいにするから絶対的な基準があるの。じゃーん。ちょっと食べてもいい？ダメよ。整理ボックスが先でしょ。お菓子はそれからよ。わかったよ。絶対的基準って何？うん、そうね。いろんなものの唯一の基準よ。例えば 1kg の絶対的基準。 1kg のものは世界中どこへ行っても同じ重さだってこと。頻度、時間、温度、いろんなものに絶対的基準があるな。スライムの基準は？それはないかな、サム。まだ誰も思いついてないのよ。そうなの？じゃあ僕が基準になればいいね。そして世界中のスライムに尊敬されるんだ。歴史に名を残すんだ。サム？ああ、我を忘れてたよ。うまくいってる、スー。始めたばかりよ。そう、いいね。これで絵の具は終わり。いい感じでしょ。最後に仕上げをして、他にはないユニークなボックスにするの。こっちに向けたらやりやすいわ。さあ、これが最後の最後。マジックテープをグルーでつけて、これで完成。さ
最高じゃないっす。おいしそう。お菓子は入ってる？確かに美味しそうだけど入ってないわよ。中を見る？ほら、どう？いい一日になるようにスマイルを描くわ。チョークはここに戻してっと。キャンディーみたいな推しピンだよ。ちゃんとしまって。食べちゃうわ。ダメだよ。引き出しに入れて。よかった。どう？これで床に散らばらないわね。ここには何を入れる？サムチン。これは？オッケー。これもね。それから、ああこれ気をつけてす。すごいね。全部きれいに入ったけどまだスペースがある。もっと文房具を買っていっぱいにしなきゃ。思ったよりいいものができた。クールだね。サムったら。新しいアニメを見つけたわ。見る？準備 OK だよ。つけて。サム、ボックスが気に入ったのはわかるけど、いつも持ってなくてもいいんじゃない？そうとも限らないよ。いつインスピレーションが湧いて絵を描きたくなるか。それとも食べたくなるか。サム、しょうがないわね。そうだよね。みんな、今日の工作は気に入った？ぜひ作ってみてね。これよりもっとうまくできるはずよ。これからも面白い工作をいっぱい紹介するから、ベルのボタンを押して見逃さないようにしてね。またね。バイバイ、またね。あ、アニメを見なきゃ。すー、ポップコーンちょうだい。